OK 大丈夫大丈夫。そしたら次これドリブルいってターンして、これコーン回すね、コーン回すで、ドリブルしていってドリブルしていってコーンで戻りながら戻る、マーカーでこういうジェッター。そしたら自分の得意な方の足のところは逆側から何かを動かす、コーチはこっち右利きの人もいるにドリブルしていって小指で止めます。 OK 止めたら動かす、オッケー。え？全員一緒。こっち今から教えてあげるからちょっと待ってね。オッケー。で、今さすごい簡単なシンプルなタッチだよね。タッチ。じゃあさ、コーチこれ結構使うんだけど、ね。最初のタッチ相手に向かっていくときだいたいさ、この足だ。これってさ、本当は肉を抜きたいときに相手に向かっていくよね。向かっていく。でもコーチはこの最初を転がすっていうことを抜くために使ってない。何のために使ってない？いいよいいよ、相手を寄せる、近くするから。ああいいねいい。他は？え？惑わす、いいじゃん。他は？あり。え？かわすよ。でもかわすために使わないの、これ。他に何かある？スピード。これと最近スピードって言ってるね。食いつく。いいね。オッケー。相手を食いつかせる。相手をわざとね、ずらす。例えば、翼が起きてきた。これ行きたかったんだよ。あ、あれだよ。これで、見ててよ、ちゃんと。そうしないと、ひと言からやってもらうから。そしたらやってもらうけど、 OK、 ロールで転がすときにボールと相手の間に何入れてる？え？体、そう、体を入れてあげることでボールと合わない。でもこっからさ、斜め後ろに下がって相手がどうする？ついてる。ついてる。で、足の裏でキャッチ引いたときにこっちに相手が来たからどっちに行く、そこに向かって組み出てくる。で、ここでさ、オッケー。最後もかわすために相手をずらして、整えないで準備させない。オッケー。だってちゃんと準備できてればちゃんと対応されちゃう。だから準備されないように相手の準備を崩してあげる。オッケー。ポイントまず松本さんは転がすとき、転がすときはボールはゆっくりゆっくり、次斜め後ろに下がるときは手はい、ここ早くしないと相手ついてます。OK。はい。はい。はい。OK。OK。OK。ありがとうございます。で、もう一つコーチはフェイントかけてます。あれ、何でフェイントかけてますか？え？ヘッド？え？立つ？キャンセル？なんでコーチフェイントかけてます？コーチが一番得意なフェイント、みんなにいろんなのフェイントだけどさ、何を教えてきた？ステップオーバー。そんな足の技じゃない。ボイヘッド。ボイヘッド。正解、へそ。オッケー。体が体だけどへそでもっと詳しく言ったらオッケー。だからこそ最初斜め前に行って、斜め後ろに下がったとこ。はい、こっち側に行ったら転がす、コーンに向かってボール転がす。
後ろに下がる、キャッチする。 OK、 みんなも一緒だけど、これキャッチして次小指で触るときは引いてから1、2、3で引いて1、2、3で OK、 横に行って前、 OK ですか？ OK、はい、じゃあやってみましょう。